たの顔を見に来たんですよ。え、そうなのか。えっ、あ、いや、頑張れ。将ほどの腕を持つ錬金術師の下で学んでいけば順調に実力を伸ばせることは確実。そういうのに興味がないのってめげるな。後でうちで卒業パーティーしてやるから。めげてないです。私はいつも弟子の将来を考えているよ。こう見えてもサラサちゃんはとっても心配してるんですよ。余計なことを言うな。ねね、時間があるときでいいのでお話聞かせてください。ボートの話とかファッションやお菓子の話とか。お風呂あったかいですね。発育がいいね。サラサちゃん目が回ります。どうしたの、目が悪いの。いいえ、よくはふわふわして。一緒に寝ましょうよ。せっかくのお泊まりですし。そんなに二人ならきっと大丈夫。協力してちゃんと支払っていきましょう。ゲイト無事で本当によかった。大げさだよ。店長殿、今のはただの質問だぞ。ノレアちゃんは可愛いので、これ前から作ってみたいなって思ってたんですけど、やっぱダメですよね。ノレアちゃんのお料理食べてみたいですし。はい、とっても可愛い。花を可愛いとは、ノレアは乙女だな。あ、大丈夫ですか。うまい、おいしい。喜んでもらえて。次は顔に刺すかもよ。あ、そうか。マルセンクラブ最終に出発。そういうとこ。すごいすごいよ、ロレアちゃん。私ちょっとだけで泳げました。そんな、サラサさんの教え方が上手だからですよ。ロレアちゃん、またここに練習に来ようね。はい、お願いしますね、サラサ先生。なんだこれは。え、無事であること、それを喜ぶとしよう。そうです、ルサさん。ああ、ノレアちゃん、ノレアちゃんよ。